薩長線の終着駅の町、新十津川町の町長をしております熊田と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。この薩長線新十津川は日本一早く出発をする最終列車のある終着駅、新十津川としてある町であります。長い間薩長線の損壊について JR 北海道と沿線自治体で協議を重ねていき、本来であれば5月6日にラストランをし、大勢の町民の皆さん、そして全国間の大勢の鉄道ファンの皆様を迎えながら、この薩長線の有終の美を迎えたいというふうに考えておりましたけれども、新型コロナウイルスの感染が拡大し、昨日政府から緊急事態宣言の発令、そして JR 北海道からその事態を受け、本日10時をもって出発をする最終列車をもってラストランということになりました。非常に複雑な思いを持っているわけでありますけども、日本一早く最終列車の出発する終着駅、そして大勢の町民の皆さん方の支援や協力をいただき、日本一のおもてなしのできる駅として、最後の最後まで皆さん方の協力をいただき、本日もこのような盛典のもとにラストランが迎えられますことは、本当に皆さん方の温かいご支援とご協力の賜物と深く感謝を申し上げます。そしてこの薩長線においても、先人の方々が長い間苦労をして薩長線の敷設にご尽力をいただきました。そしてこれまでの85年間町民の生活の足として、多くの方々がこの薩長線を利用し、生活の本当に支えをしていただきました。これまでの長い期間風雪に耐えながら、このキハ40という本当にディーゼル列車が沿線のこの自治体の人方を輸送していただいたことに、最後まで安全運行をしていただいた JR 北海道島田社長をはじめとする運転手、車掌、さらには関係の皆さん方に本当に改めてお礼を申し上げるところであります。そして先ほども言いましたけれども、日本一のおもてなしのできる駅として、本当に観光協会の会長、さらには新十津川駅を応援していただく三浦さんはじめ、多くの皆さん方の支えがあって、このように今までたくさんのこの新十津川駅にお越しいただくことができましたことにおいてもですね、本当に改めて感謝とお礼を申し上げます。この薩長線は今日をもってラストランとなります。非常に寂しく複雑な思いがありますけれども、このラストランを新たな新十津川の出発をするターニングポイントとして、この廃線後の新たな街づくり、そして駅周辺の新たな周辺整備などをしながら、新十津川が変わっていく、そういったところもですね、今日お越しなれなかった人方に違った日付を持って新十津川に大勢来ていただくように、またいろんな方々の協力をいただきながら発信をしていきたいなというふうに考えております。改めてこの薩長線、多くの町民の皆さん方の足を運んでいただいたこと、そして新十津川が村から町にこう発展をしていった
本当に立役者としてこの札沼線に感謝を申し上げたいというふうに思います。この上りにありますようにありがとう札沼線と申し上げ、私の挨拶といたします。どうもありがとうございました。午前10時です。最終列車が多くのファン町民に見送られて新十津川駅を後にします。